ゆとりっていう団体みたいな。違う。ああ、かなぶんがゆとりに所属してるってことね。はい。ああ、なるほどね。そう、なんかバンド名って今回なんか全くじゃないけど、まあみんな割とそのままで、そう。俺らめっちゃバンド名どうするみたいな。かなぶんでよかったなってめっちゃ思ったけど、
じゃあメンバー紹介でもしますか。はい、誰から行こうかな。じゃんじゃんとかいいよ別に。ちょっとあのめっちゃゆっくりめにしといて、チューニングなかなか。あ、どうぞ。じゃあ、あ、酒、その前でいいよ。使わしたってよかったのに、今思った。ごめん、ごめん、ごめん。あげてよ。ちょっとごめんなさい。湖南大学フォークソング同好会から来ました石原太一です。よろしくお願いします。ディープストリーム2回生ベースの上田です。よろしくお願いします。同じく管楽ディープストリーム2回生の高博です。お願いします。このログ弦が全然合わへんね。あったわ。もういいセッション一発目、さっきちょっとあの一発目フレンズで次かなっていうのちょっと個人的にやりにくかったんですけど、セッション一発目盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。
全く出てこないっていう事態に申し訳ない。僕が昨日ラスストやったんですけど、まさかのっていうか、まあ一昨日3日前ぐらいから体調はちょっと薄々おかしいなと思ったんですけど、昨日ついに発熱しまして、めでたく朝起きて、はい終わったって思って、なんかごめんなさい練習いけないですって言って、まあ今日も元気で熱なんですけど、なんか多分ディープで入ってやってライブして以来一番汗かいてるかもしれないです今。ちょっと待ってよ、半音下げやった。高広頑張れ。ありがとう。誰かな、知らん人。そう、だから飲み会をすごい楽しみにしてたんですよ僕。あの友達作ろうと思って、あんま友達いないんで、だからちょっとやめとこうかなと思って、今日飲み会さすがにめっちゃショックで、あの代わりにあのディープから一人送るんで、あの申し込み出さへんかったやつが行くんで、僕の代わりにね、ありがとう述べ言ってくれてありがとう。え、行きたかったやんか。無理してる。うん、行ってくれば困るけど、頭が。よし、じゃあラスト2曲結構盛り上がるんで、盛り上がる、まあみんなカナブーンといえばみたいな、カナブーンで盛り上がるといえばみたいな2曲が最後残ってるんでね、ね、暴れて最後とかもうみんなでね走り回って楽しくやってくださいね。じゃあラスト2曲いきます。
そう頑張ったね君勇敢さあざかまっているヘイロコンプライベイルモーションスムーダマー投げるのついていく単純さ Thank you.